鳥取中央優先放送株式会社は、鳥取県東白郡琴浦町、北栄町、百合浜町をエリアとするケーブルテレビ局である。2007年4月に、東白地区優先放送、ケーブルビジョン東放棄の合併により設立。支局このケーブルテレビ施設は、平成の大合併以前の各地方自治体による設置である。このため現在も琴浦町、北栄町、 百合浜町の施設であり、TCC は山町の業務委託先である。このため新規加入の加入金は、所轄する自治体の役場に支払う、音声告知放送、在宅健康管理システムが各町ごとに実施されている。2008年時点では、本局地域では、ケーブルインターネットの TCC ネット、百合浜市支局地域では、 電話回線を利用する ADSL による HCV ネットというインターネットサービスを実施している。2008年度は、ゆり浜町内において、光ファイバーによる FTTH 方式の施設の改修が実施され、それに伴い TCC ネットという名称で、光ファイバーインターネットサービスが開始された。その後、北栄町内も TCC ネットのサービスに一本化され、 HCV ネットのサービスは廃止された。前述の百合浜町以外は PPPOE ルーターが必要。ありがとうございます。